耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング N1 こするこの鍋は硬いたわしでこすると傷がつくさする気持ちが悪かったので背中をさすってもらったな,なでる日本人は小さな子供を褒めるときに 頭を撫でることが多い。いじる。髪の毛をいじるのが彼女の癖だ。かき回す。スープを火にかけ、焦げないようにかき回す。つむ。花をつむ。つまむ。 ひどい匂いに思わず鼻をつまんだ。つかむ。警官は逃げようとする犯人の腕をつかんだ。ねじれる。満員電車で押されてネクタイがねじれてしまった。ねじる。ペンチで針金をねじって切る。ひねる。 蛇口をひねって水を出す。ちぎれる。みんなで引っ張ったので紐がちぎれた。ちぎる。レタスは手でちぎった方が味が染み込んでおいしい。たばねる。古新聞を束ねて回収日に出した。あおむ。エアコンを使わず、 うちわや扇子で仰いで夏を過ごした。くむ。バケツで井戸水を汲む。くわえる。子供は指をくわえて、羨ましそうに友達のおもちゃを見ていた。なめる。うちの犬は嬉しいとき、すぐに私の顔や手をなめる。うつむく。 その子はいじめられても黙ってうつむいているだけだった。はう。敵に見つからないようはって進んだ。くぐる。のれんをくぐって店に入った。ささやく。ちょっと来て、と田中さんが耳元でささやいた。わめく。 夜中に通りで誰かが大声でわめいていたい。言いつける。母は姉に掃除をするよう言いつけた。打ち明ける。過去の過ちを親友に打ち明けたら心が軽くなった。見かける。昨日街で課長が家族と歩いているのを見かけた。 見分ける。ひよこのオスとメスを見分けるのは難しい。見渡す。山に登って平野を見渡した。見落とす。レポートの誤字や脱字を見落として提出してしまった。乗り過ごす。本に夢中になっていて一駅乗り過ごしてしまった。 乗り越える。泥棒は塀を乗り越えて侵入したものと見られる。歩む。グループ解散後、三人は別々の道を歩んだ。持つ。卵は冷蔵庫の中でなら10日以上持つ。保つ。この部屋はコンピューターにより20度に保たれている。 気づくこの城は17世紀に築かれたものだ耐える山本先生の話は面白いのでいつも授業中笑い声が絶えない立つ両国は国交を立つに至った途切れる車の流れが途切れないので道が渡れない。 途絶える。登山隊からの連絡が途絶えた。遭難した恐れがある。下る。一年にわたった裁判が終わり、被告に判決が下った。下、下す。部長はいつも的確な判断を下すので尊敬されている。垂れる。柳の枝が垂れている。 茂る。山は木が茂って暗いくらいだった耕す。農家は田畑に肥料をまいて耕す生かす。得意な英語を仕事に生かしていきたい拒む。組織の人間である以上理由なく移動や転勤を拒むことはできない。 強いる。同窓会館の改築のために寄付を強いられた。禁じる。20歳未満の飲酒は法律で禁じられている。競う。参加者たちはコンテストで技を競った。任す。彼女は将棋が強くて何度やっても任されてしまう。 やっつける敵を徹底的にやっつけた励むオリンピック出場を目指して毎日練習に励んでいるとらえる上手な似顔絵はうまく特徴をとらえて描かれているとらえる店員たちは協力して泥棒をとらえた かばう彼は罪を犯した恋人をかばって警察に自首した。からかう。私は何をやっても不器用でよく家族にからかわれる。襲う。銀行が強盗に襲われ1億円奪われた。上がる。司会者が意見を求めると多くの手が上がった。 あげる。賛成の方は手を挙げてください。雇う。この工場は新たに5人の従業員を雇った。養う。彼女は一人で家族を養っている。交わる。線と線が90度に交わった角を直角という。 交える仕事上の発言に私情を交えてはいけない。よこす。最近父がしばしば私に電話をよこすようになった。焦る。遅刻しそうで焦っていたので大事な書類を家に忘れてきてしまった。せかす。外出しようとする母親は、 小さい子供を早く早くとせかした耐えるダイエットの一番の課題は空腹に耐えることだムッとするしつこくからかわれてムッとしたゾッとする先日自転車で転んだもしあの時車がそばを走っていたらと思うとゾッとする ギョッとする。夜道で突然声をかけられギョッとして振り向くとおまわりさんだった<う>彼は嫉妬のあまり気が狂ったようになってしまった照れる先生に成績がいいのに謙虚だと褒められて照れてしまった帰り見る。 毎晩日記を書いて我が身を顧みることにしている。顧みる。青春時代を顧みると恥ずかしかったことばかりが思い出される。こ心がける。健康のため十分栄養をとるよう心がけている。心みる。いろいろ試みたが病気は一向に良くならなかった。 案じる。母はいつも単身赴任中の父のことを案じている。染みる。喫煙席に座ったら服や紙にタバコの匂いが染みついた。にじむ。この紙に字を書いてもインクがにじんで読めない。ぼやける。霧が出て視界がぼやけた。 弱る年をとると足腰が弱ってくる老けるあの人はしばらく会わない間にぐっとふけた凍える寒さで手が凍えて指がうまく動かせない叶う努力すればいつか必ず夢は叶うと信じている。 叶える。彼はオリンピックで金メダルを取り、ついに夢を叶えた。かける。若者たちは国を守るために命を懸けて戦った。よし。海外旅行に誘われたが、お金がないので今回はよすことにした。かわす。朝。 お隣の人と挨拶を交わしたにぎわう夕方になると商店街は買い物客でにぎわう受け入れる日本はまだあまり多くの難民を受け入れていない <music>